減った。まゆちゃんのタイプってほんと読めない。女性はちなちゃんとかキャリーなとかなんだけど、え、それあの女として見てないよ別に。女として見てるわけじゃない、友達だよ友達で。また前のタイプ、前ね、タイプないんだよ。タイプない。面白い人とかさ、なんだろう、なんかこう話してて会う人かな。いやでもね、まゆね、元彼シリーズみんななよなよしてるよ。みんなではないけど、なよなよしてる人も付き合ってて何人か。いやなんかほら太郎くんとかさ、あ、てか夏木配信してないね。夏木元気にしてるのかな、病んでんのかな夏木、うん、いや太郎くんはイケメンだよめちゃくちゃ。なんかこう美しいなって思うね。なんかこう太郎くんはこう女の子見てるような 感覚なんかな。だから太郎くんが女の子だったら、ま、胸揉んでたりしてて美しいよね。で目の保養だよね、やっぱあの外見がいい人って見てるだけでいいよね。あの月くん配信やってたんだ。配信やってたって。そうなんだ。いやーどうだろう、あのポルさんに聞いてみて。もうなんか私がさ、そんなしゃしゃってさ誰々呼ぼうかとかっていう立場じゃないから、そう言っといて。でも多分もう人数的にどうなんだろうね。どうなんだろうね。バーベキュー、あのテロップのメンバー。ね、3日前にさ、ウーバーイーツしてケンタッキー食べれるかな。早くにしつこく電話するのって1回しかしてない、さっき配信中。かやくさんと、
よいしょ。いや、そんなしつこくしてないよ。かやくさんのネタでしょ、それ。いただきます。マユタの牛すじカレー。牛すじが美味しい、やっぱ一番。一番美味しい。手間がかかるからこそ美味しい。なんかね、メンバーがどんどん増えてきたみたい。エンディさんもアクティブだよね。ほんとすごいなって思う、エンディさん。もうダメじゃん、お互い食べちゃってんじゃん。なんかまゆってそういうキャラなんじゃない。山田くんもゼロワンにしつこくされてるって相談してたらしい。山田くんもなんか言いやすいのかな、そういうこと。多分なんかもう慣れちゃったんだけど。だって山田くんに関しては私 LINE も一回もしてなかったからね、その時言われてた時。あれ、豪華メンバーでしょ。明日のメンバーどうなるのかな。ゴンガンこんな。うん、なんかミーコから LINE 来てたから、後でミーコに LINE 行ってみる。だからしつこくしてないって。知らんって誰と誰、ほとんどかな、半分以上知らんかな。すずちゃんどうなんだろう。まあでも行きたかったらさ、ポルさんに連絡してもらって。マユ主催じゃないから。クマどうなんだろうね。どうだろう、タクマくんって知らんじゃなくない。で、かやくさんは飲まないよ。でもすごいよね、
多分飲まないと思うんだけど、いやシラフで このメンバーきついんだけど逆に。よくシラフで入れるね。うん、牛すじカレー。ああ、黒ピー。やばい。最近さ、1日2食だったのがさ3食4食なんだよね。本当にちょっとまずいかも。あの理想体重より太っちゃう気がする。会場ビール500飲んでからま体重すごいんじゃないかな。もうちょっと本当腹出しきついよマジで。バセド病の検査した。大丈夫だった。うん、なんかしかもさ、痩せすぎても 手がすごい痩せるんだよね、眉。だから老婆みたいだからさ、手に脂肪つけたい。いや、吐いてないよ。よく言われるんだけど、吐いてない。マジで太りづらくなった。ついね、それにしてももうこれももうダメだわ。もうしまわないと。いや、リスワンはどっかで取れるんじゃない。あのお酒飲んだら、私15時間とか配信してるからね、お酒飲んだ日。5月のリスワンね、去年とかね、覚えてないもん。リスワン撮った日ね、大抵覚えてないんだよね。手に脂肪注射して、もう切れないよね、そんなこと。そこまで考えちゃったらマジで、そこまで気にしてたらさ、カレー、自分が作ったカレー好き。美味しい。前の作ったカレーは美味しい。そんなに私モノマネやらせないで。あ、ねえねえ、でも私さ、便所太郎さんとさ面識ないんだよね。面識がない。バーベキューやるらしいね。キャンプとかやりたいんだよ。キャンプ、
もうちょっとかな、福派に。もうちょっとかな。そう、手の甲はね、あの本当にちょっと太ってるなーって時が普通かな。手の甲デブになって 手の甲が普通の人になる。そうさま。前は前のえやでつなちゃんのアンチコミ拾ってないよ。拾ってなくね。お前面倒見ろよっていうのってアンチコミなのか。私のアンチじゃない。多分。もう衣替えしないとね。衣替え。もう T シャツでいいね。明日もきっと。どうだろう、明日寒いかな、夜だけど、うん、ねえ、もう暑いわ。お腹いっぱい。明日汗かくかな。汗かくんだったらメイクしたくない涼しいんだったらメイクしてもいいけど、もうね、無覚終わった。うん、明日27、真夏じゃん。いや、なんかね、ポルさんがスイスちゃん誘ってるみたいだよ。わかんない、どうなんかわかんないいやー、てかもうさ、強いじゃん、養分コラボバトル。なんかあんた、え、でもいつか絶対に坊主にして、あの終止符打たないといけないなとは思ってる、養分のことじゃないと終われないよね。で、1ヶ月無加工にさせられたんだよ。しんどかった、この1ヶ月マジで。嫌だったもん。肌荒れもしてるしさ。で、いつかまた挑まないといけない。嫌だよ、無加工。自信なくす、うん、でもね、鼻マジでちっちゃくなったと思うよ、うん、ひでママとはどうだろう。挑まれたらするけど、もうダメ、私外さないよ、もう。外してって言われても。いや、ゆうじさん私のこと嫌いなんじゃない。私のグッズあげたぐらいだから。なんかコメントでさっき「おはよう」ってコメント来て、
ゆうじさん、私のグッズさ、ちょうだいって言ってあげたのにさ、水素ちゃんにあげたでしょ、ひどくないって言ったら、そっからコメントなくって、スルーだしさ、何考えてんのかよくわかんない、あの人。なんかよくわかんない。変わってんの？あれ、ネタとかじゃなくて、ガチで結構変わってる系？ユージさん不思議キャラなの？あ、素なんだ。そうなんだ。そうなんだ。ノートルダムの鐘が分かんない。くちゃんもね、あのもうすぐトリミングだから。言われてる意味が分からないの。そうなんだ。あ、そうなんだ。うん、らしい。福ちゃんとハニーちゃん6月1日にトリミング予約した。予約した。あ、もう耳汚れてるわ。楽しみ。あの自宅トリミングで、あの配信許可取れました。配信するね。それは福ちゃんのが可愛い。そう、配信していいよって。サマーカットしてもらおうか。2人はもう6月だからもう暑いからね。そう、家でお風呂入れたりとか全部やってくれるんだって。うん、かやくさんとつなちゃん別に喧嘩してないっしょ。そうそう、私ね、トリミング見るの好きで、よくなんかさ、あのトリミング行くじゃん、何回も見に行ってたから。自宅いいよね。うん、仲悪くないんじゃない？だから仲悪い体にしてしたいんじゃないかな、かやくさんで。多分そういうネタなんじゃない？多分なんか配信者ってさ、なんか誰と誰が揉めたとか喧嘩したとかあるけどさ、絶対本当に喧嘩してるわけじゃないと思う。なんかそこまで人に興味ないと思う、みんな。そういう体だよ。みんなそうだと思う。本当に嫌いとかないと思う。うん、ないでしょ、うん、そういう、だからプロレスだと思ってる。実際マジで誰か嫌いとかないね。なったことないし、別に、うん、だ今日もとりあえず今日絶縁しとくみたいな感じ。そういう手でやって絶縁でみたいな、簡単に言うじゃん。今日は絶縁で締めるかみたいな。絶対仲直りするし。うん、いや、たくま何もないよ、何もないよ。てか、なんでたくまのたくってさ、豚って書くの、みんな。私もそうなん、その豚って字に、まあそれでなのかなって思ったけど。なんで豚なの。非常階段で
泣いちゃうから絶縁しないってしないよ。演技演技繊細だもんね。読めないそれ。 なんて読むの。読めない。なんでそうやってみんな間違え、わざと間違えてる。あ、変換ミスか。ねえ、みんなさ、ゴールデンウィークさ、出かけてないの？どっかお出かけしないの？ないの。キャリーと揉めて泣きながら前で電話したのが、あー、あれね。それもエンタメでしょ。確かに今出かけてもさ、ゴールデンウィークさ、高いしさ、混むしさ、意外もんね。下出てんのがハニーちゃん。昭和キッチン結構古いからね。でも前この家気に入ってる。一番今までで一番気に入ってるかな。ドッグランもあるし超良くない？目の前ドッグランって超いいよね。寝室と別だしさ。そうだからここがめっちゃあの運気がいいんだと思う。ただねやっぱ緑多いとさ虫がね、だから夏怖いなって思う。夏いや秘密だよ。いやチームはゴキブリも出るの嫌だな。ゴキブリほんと無理だからさ、マジで無理なんだよね。カメムシもすごかったよ。だから今年の秋もうバスタオルとかびっしり、あと天井とか、どっから入ってんだろうね。洗濯物干したくない。カメムシで春はテントウムシが部屋の中いた。殺せないから一緒に生活してる。で誰か来た時に処分してもらってる。一緒に生活してた。テントウムシはね2週間ぐらい生き延びてたね。一緒に生活してたけど何も食べてないで。